う私生活の分とかさ、面倒見てほしいなみたいな。あれちょっと待って、それダメ。しゃべれ、しゃべれ。それ営業妨害。頑張ろうね。おお、めっちゃいい匂いするのって。今回の補佐は、せーの、ドン。おはようございます。それではカメラ目線で甘い言葉を言いながら自己紹介してください。お願いします。俺のチョコ食べる。ミラトでーす。よいしょー、甘ーい。ベタな傷どうしたの？俺が舐めてあげるよ。うわー、ただ私今すぐちょっとリスカしてくる。リスカしてくる。かわいい。嫌なことは俺が全部癒してあげるね。ゆいとです。かわいい。さらっと、さらっと締めてください。俺の即興もう一回行こう。もう一回行こう。せーの。俺の鼠径部マッサージしてくれない？ハルトでーす。イエーイ。笑って、笑って。イエーイ、イエーイ。はい、ということで今回の企画は鹿色恋接客、イエーイ。色恋ホストっていうね、ホストがいらっしゃると思います。女の子の中のね、憧れのしてほしい営業の中でもね、ダントツ人気なんではないでしょうか。種類別にね、やっていただくんですけれども、まず1人目、可愛い系ホスト、聞き上手ホスト、結婚営業ホストをね、港くんにやってもらって、一番、まあ、やってるんで、ね、いつも体制だで、まあ最後の方はですね、ぜひ見てよ、お楽しみということで、一番難しいホストをやってます。シャッパーを下ろしてもらうっていうのが目標ですから、はい、皆さんちょっと甘い感じで自分が思ったような色恋でやっていただきたいと思います、はい、どう、なんか緊張してる？全然、緊張ね、ね、もういつも通りだから別に俳優志望だからね。俳優志望、一番俳優志望っぽいよ。やめたら俳優になりたいってこと？みんなホストやりながら俳優業、ハリウッド行こうかなみたいな思ってる。出たい作品とかあるんですか、映画で？マーベル系でかい。マーベル系ね、分からない、分からなかった、ごめんね、マーベル系が。ほんとごめんね。じゃあ早速やっていただきたいと思います。それではこちらをご覧ください、どうぞ。ひやくん、今日もかわいい。ありがとう、今日も来てくれたの。てかもうシャンパン入れろ、シャンパン入れと。何飲みたい？オリシャンでいい？本当にありがとう。じゃあオリシャン入れようかな。すいません、オリシャンください。ありがとう。もう可愛いから、アイドルだね、私の推しだよ。めちゃめちゃ好き。めちゃめちゃ可愛いと思ってる。でもさ、なんかあったの？うん、あそこの、いた客に嫌がらせされちゃってて。そうなの？うん、今月、お客さんが切れたら俺ナンバーからも外れちゃうから。え、そうなの？やだ、え、そうなの？それめっちゃ悩んでて。え、そうなの？じゃあ、ほうがひゅうがくんにお金使う、エースになる。え、ほんとに？うん、ほんとに嬉しい、ありがとう。うん、じゃあ、来月から、本数と、売上全部エースになってね。毎日毎日シャンパン入れてね。毎日毎日シャンパン？よろしく、約束だよ。指切り？指切りしよう。うん、指切り。はい、指切った、ありがとう。ああ。じゃあ、新作のエンジェルください、お願いします。ああ。これでひやくん1万、うん、青1万、うん、1万だよ。大好き。最近仕事でね、ゆうとくんなんか、うん、なんかそのなんて言うんだろう、お酒すごい飲まされちゃって、うん、潰れちゃうことが多くなっちゃって、お酒弱いって言ってるんだけど、お客さんにすごく飲まされるの。え、そうだから、なんかまあちょっと疲れちゃったなと思って、うんうん、なんか頑張れないなって。なるほどね。そう、でも毎日たくさん頑張ってるもんね、青もね。うん、まあでも嫌なこともたくさんあるよね。うん、でもなんか嬉しいな、そんな嫌なことたくさんあるのに俺のとこに会いに来てくれて。うん、まあだから明日はもっといいことがあるように頑張ろうね。うん、ありがとう、ゆうとくん。いやー、もうめっちゃかっこいい新入する。もうシャンパン入れ、すいません、シャンパンください。何、大事な話って？俺今日葵にめちゃめちゃ言いたいことがあって。言いたいこと？うん、俺ね、今、うん、年間ナンバーワンをね目指してるんだけど、うん、年間ナンバーワン取ったら俺目標も達成できるし、うん、そしたら葵と一緒にいたいなと思って。同棲？同棲じゃないよ、俺は葵と結婚したいと思う。結婚？ってことはこれはプロポーズ？そうだよ、プロポーズ。嬉しい。結婚してくれるの、みなとくん？うん、ほんと？やったね、挙式はね、ハワイでやろうと思ってるから。はい、ね、そう、一緒に行きたいなって。やった、嬉しい。結婚できるね。
でも、うん、俺今月まだナンバー10にも入ってないから、うん、来月から500万毎月使ってね、一緒にいるために。何それ。でも私結婚できるなら頑張る。頑張ろう。今日何、ごめんね、しめびに呼び出しちゃって。しめびとか私さ、普段から嫌っつってんじゃん。うん、そうだよね、マジでごめん、ほんとに。なんで？いや、なんかさ、今月、あともう少しでさ、ナンバーワン取れるかもしれなくて。え、でもそれで私使うの意味わかんなくない？でも俺にはさ、葵しかいなかったから、葵しか助けてくれる人いないなと思って。え、でもなんか他にも姫いるし、私別に使わなくたってさ、いいじゃんって。いや、でも俺は葵がいいなと思って。え、でも私になんかそれメリットある？なくない？だって、まあ、それはただとは言わないよ。ちょっと待って。何？はい、これ。え？何これ？これ俺ん家の鍵。ハルトん家の鍵？うん、合鍵。もらっていいってこと？うん、そう。だから今日使ってくれたら合鍵あげるから、そしたら一緒に入れるじゃん。いや、一緒に入れるけど本当にいいの？うん。じゃあ今日いくら使ったらいいの？今日は500かな。500使ったら一緒に同棲していいってこと？うん、同棲して。じゃあ毎日一緒にいるってこと？そうだよ。お家も待ってていいってこと？そうそうそう。好きな間とか作って待っててほしいし、俺結構さ、だらしないからさ、なんかそういう私生活の分でもさ、面倒見てほしいなみたいな。なるほど。じゃあいいや、使ってあげる。本当？うん。ありがとう、マジで。じゃあ一緒に同棲しようね。うん、オッケー。じゃあ来月からも毎月500万使ってね。あれ、俺ハリウッド行けてたよ。ハリウッド行けてない。全く行けてない。俺はちょっと結婚しようみたいな、やったーって言ったら、やったーって結婚できるね、やったー本当に嬉しいから出ちゃう、うん、出ちゃった、うん、これ知ってた着手の仕方で相手が興味ないからあるか分かるの。あれ、ちょっと待って、それダメだよ。それちょっと待って、それ営業妨害、営業妨害やってるもんね。いや、ちょっとダメだ、ダメダメダメ。それ笑ってないで、それ笑ってない。二人ともよかったです。初めてのカメラどうでしたか？緊張しちゃう。緊張しちゃう。緊張しちゃ、めちゃ緊張しました。だってもう本当に大丈夫かって言ってたもん。もうでも超うまかった。頭ポンポンするときさ、こう来たからさ、おぉめっちゃいい匂いすると思って、これがホストだと思いながら久々にキュンキュンしましたね。本当に鍵に来てください。ぜひ鍵に来てほしいなと思います。さすがですよ。これやってほしいと思ったイメージ通りでしたね。ハルト君なんか私ね、やっぱり一緒によくね撮影してるからっていうのもあって、すんなり本当にこの家の鍵もらっちゃおうかなと思うぐらいね、すんなり行ったんですけど、家の鍵もらったらこっちの家の鍵っていう。あー、そうですね。じゃあちょっとモザイク、モザイク、モザイクしたいです。いや、本当に、あ、いや、あとダメ、あとでか、あとで話そうね。あ、そう、実家です。実家、実家なんで。それはちょっと親に挨拶行かないといけないから、結婚影響も踏まえてくるな。任せて、任せて。反応しろよ。何の鍵って言ったら、めっちゃいいの鍵って言われて、そろそろ営業になってない。はい、ということでありがとうございました。ぜひね、皆さんね、きっとね、これを見て甘い言葉を言ってほしいって言ったらやってくれると思います、このメンバーだったら。ぜひね、あの甘い言葉をね、聞きたい方はビビットに遊びに来てください。それではまた見てね、バイバーイ。ホスラジチャンネル登録してね。よろしくお願いします。